メディケードとはアメリカ合衆国連邦政府が州政府と共同で行っている医療扶助事業である。連邦政府が運営する医療保険であるメディケアと共に1965年に創設された。メディケア、メディケード、ソーシャルセキュリティの支出水に本のような皆保険制度がないアメリカ合衆国の医療を利用するために個人は雇用主を通じ あるいは自ら直接指摘な医療保険を購入し、加入している。メディケードは、この指摘な医療保険に加入することが難しい、低所得者などを対象とした政府による医療給付制度である。メディケードに要する費用は、州と連邦政府が共同負担する。連邦では、保険福祉省、メディケアメディケード、サービスセンターが監督しているが、運営は州に任されている。 このため、内容は週により異なる。各州の2014年メディケードの比比、増加傾向増加傾向ではない、議論中民間保険会社の河川化、医療技術の高度化は、保険料率を高め、結果的にメディケードの対象となる患者数は増加している。1990年代には全人口の10%、前半だった対象者数は2000年代には20%に、 達するなど増加傾向を見せている。連邦政府は長年の間負担の軽減策を課題としてきたが2010年にオバマ政権が国民皆保険制度の導入も決定していることから将来的に制度として消滅もしくは統廃合される可能性がある。米国の医療支出におけるメディケード。米国議会予算局より2018年海外情勢報告。 厚生労働省。P53。2019年6月11日閲覧。アーカイブされたコピー。2009年4月13日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年4月4日閲覧。メディケードアメリカの医療制度の概要アーカイブ度2009年10月7日。アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。ザ・ロング・ターム・アウトルック・フォー・ヘルス・ケア・スペンディング。 フィギュアにコングレッショナルバジェットオフィスありがとうございます。